マシュー・ボーン、マシュー・ボーン、出生名、マシュー・アラード・ロバート・ボーン、1971年3月7日帯は、イングランドの映画プロデューサー、映画監督、脚本家。現在の本名は、マシュー・アラード・デビア・ドラモンド。妻は2002年に結婚したクラウディア・シファー。プロデュース作品としては1998年の、ロック、ストックトゥースモーキング・バレルズ。 2000年のスナッチなどがイリッチー監督作品が知られ、また自身の監督作品としては、レイヤーケーキ、2004年、スターダスト、2007年、キックアス、2010年、2011年、キングスマン、2014年と続編の、2017年、などが挙げられる。ボーンはロンドンで生まれ、当初は、この頃母、ケイシー・シートン、2013年、7月20日没が、 交際していたアメリカ人俳優ロバート・ボーンとの間に生まれたと考えられていた。その後父方の DNA 検査を行ったことで実際の父親はジョージ6世を名付け親に持ち初代戦闘オルバンズ公、チャールズ・ボー・クラークの末裔であるイングランド貴族のジョージ・アルバー・ハーディ・デビア・ドラモンドであることが分かった。幼い頃はボーンが実際の父親だと信じていたため彼は ボーン姓を使っていたが、現在では、職業上の名前としてのみ持ち、本名は、デビア・ドラモンド生になっている。ボーンは、バッキンガムシャーノに通った。卒業後は1年間のギャップイヤーを取り、ハードロックカフェを回る、世界旅行に出た。ハードロックカフェの共同創業者であるピーター・モートンは、ボーンの名付け親でもあった。ロサンゼルスに着いた後、彼は、 助監督として働き始めた。その後ロンドンに戻って、ユニバーシティカレッジロンドンに入り、人類学と古代史を学んだが、数週間でドロップアウトした。25歳になったボーンは、アナベラ・シオラとマイケル・ガンボンが出演した、低予算スリラー映画の制作を担当する。その後は、親友外、リッチーの監督映画、ロック。 ストックトゥースモーキングバレルズで制作を務め、批評、工業、再三面で成功を収めた。この作品で、リッチーともども900万ポンドを得たと報じられている。その後も、リッチーとは、スナッチ、2000年、スーエプトアウェイへ、2002年でタッグを組んだ。ゴーンの監督初女作となったのは、2004年のレイヤーケーキである。リッチーの大役として望んだ。 監督職だったが、映画は好評を得て、ボーンには2006年の監督職が回ってくことになる。ただし、ボーンは撮影開始の2週間前に降板した。ボーンの降板後には、ブレット・ラトナーが監督を務めたが、彼は公認のラトナーについて、非常に批判的な態度をとった。次の作品は2007年のスターダストで、脚本の友筆と監督を担当した。2010年には、 マーグ・ミラーのコミック、キックアスの映画化で監督、脚本、制作を務め、この続編である、キックアス、ジャスティス・フォーエバー、2013年では、制作を務めた。また、X、メンシリーズ前日間三部作の最初の作品にあたる、2011年、では、監督と共同脚本を担当した。ボーンは、続編の、2014年の分も契約を行っていたが、 オリジナル三部作の二作を監督したブライアンシンガーが復帰することになり破断となった。ボーンは脚本の原案という形で自作に関与することになった。ボーンの次の監督作品は2015年に公開されたキングスマンでこの作品ではマーク・ミラートによるコミックを本案したものである。映画の脚本はボーンとジェーン・ゴールドマンが手掛け、プロデュースは ボーン自身の制作会社であるが手掛けた。2017年9月に封切られた、でも、ボーンは監督、制作、共同脚本を務めた。2017年3月で、ボーンが、マン・オブ・スティール第2作の監督として最有力だと、報じた。同年9月には、スタジオと自作の監督について交渉中であることを、認めた。2002年5月25日、 ボーンはドイツのスーパーモデルであるクラウディア・シファーとサフォークで結婚した。夫妻の間には2003年1月30日に生まれた息子のキャスパー・マシュー・デビア、2004年11月11日に生まれた娘のクレメンタイン・ポピー2010年5月14日に生まれた娘の小島・バイオレットと3人の子供がいる。夫妻はノッティンヒルに家を構えており、また、サフォーク、 コールドハムホールを所有している。自宅の警備に元グル貨幣を雇っていることを明かしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。